カフェイン中毒のロイちゃん。のロイちゃんはコーヒーが大好き。まあそうね。目に入れても痛くないぐらいコーヒーが大好き。コーヒーを目に入れるバカなんかいないわよ。ギャグですよギャグ。そんなこともわからないんですか。社会でやっていけませんよ。くっそムカつくわね。そんな社会不適合者ののろえちゃんの日常を覗いてみましょう。おい、カメラカメラ、おんたぶっ殺す。おい、やめろ、話やがれ。ここが私の行きつけのカフェよサーティー。なかなか雰囲気いいでしょう。コーヒーの種類も多くてここ好きなのよ。コーヒーなどただの豆汁だろう。どれも同じじゃないのか。全然違うわよ、殺すわよ。急に殺意を向けるな、びっくりした。まああんたのバカしたなら種類なんて何でもいいでしょ。そもそもあれは喫茶店自体あまり行かないからな。じゃあミルクにしておく。いや、ここはせっかくだからコーヒーを飲んでおきたい、何か飲みやすいコーヒーとかはないか。じゃあエスプレッソとかどうかしら。もし口に合わなくても量が少ないから私が代わりに飲めるわよ。ならばそのエスプレッソにしよう。じゃあ決まりね、エスプレッソください。はい、どうぞ。ごく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 、苦まず。これ無理。頼むノロエ、お前が代わりに飲んでくれ。オッケーオッケー、全然オッケー。その初めからこれが狙いか。エスプレッソとはわかりやすく言えば土着そ苦いコーヒーみたいなものだよ。苦くないけど、コンビニで売っているものはそこまで苦くないので、初心者はそれから飲んでみよう。ノロエみたいにタダでコーヒーを飲みたいからと言って相手を騙すのはやめようね。